写真出版で撮影したセオドア・ルーズベルトの写真写真出版とは写真術で用いられた観光材料の一種である。1851年にイギリスのフレデリック・スコット・アーチャーが発明した溶化物を分散させたコロジオンを塗布した無色透明のガラス板を小酸銀溶液に浸して幼少化銀の観光膜を作ったものである。湿っているうちに撮影し、 硫酸第一鉄溶液で現像し、シアン化、カリウム溶液で定着して、ネガティブ像を得る。日本語では、コロジオン出版、または単に、出版と呼ばれる場合も多い。感度が高く録音時間が5秒から15秒と短いこと、1枚のネガから何枚でもプリントできたこと、画質がダゲレオタイプと変わらなかったこと、ダゲレオタイプと比較できないほど、安価だったこと、 アーチャーが特許を取得しなかったことから短い期間でダゲレオタイプやカロタイプを駆逐した。撮影しやすい特徴を生かして写真家は世界中の山間平地に足を伸ばすようになったため、ロンドンの水晶宮の建設状況やエジプトのピラミッドやスフィンクス、クリミア戦争、グランドキャニオン、ヨセミテ渓谷、モンブラン山頂、欧米の人々には珍奇だった。 中国や日本の風俗などが撮影されて残った。またナダールによる世界最初の空中写真は箱型の出版写真カメラによるものと言われている。かさばる箱型カメラが衰退して傾向しやすい蛇腹付きカメラが一般的になり、また蛇腹付きカメラの中でも屋外で使われる前提のフィールドカメラと重くかさばる室内専用のスタジオカメラが分化した。 組み立てバ箱や、モノレールビューカメラ、一眼レフカメラや、パノラマカメラ、インスタントカメラの原型もこの時代に、発明製品化されたなど、多様な種類のカメラがこの時代に開発された。まだ引き伸ばしの技法が開発されていなかったため、いろいろな大きさのカメラが作られた。最小サイズは 12cm16.5cm 版で、 16.5cm、21.6cm 21. 半や 25.4cm、30.5cm 半が普通であった。また大画面を撮影するため超巨大カメラが開発され、1860年にイギリスのジョン・キップルは 91cm、112cm 半のカメラを作った。またアメリカ合衆国のジョージ・アール・ローレンスは、 シカゴアルトン鉄道の求めに応じて1900年に 130cm240cm 版で、蛇腹の長さ 6m630kg、操作に15人を要するカメラ、ザ・マンモスを作り、野外用では、これがおそらく世界一大きいカメラであると考えられている。日本写真誌も参照不十利平が出版技法により撮影した熊本城日本にも、 当時としては早く、江戸幕末期の安静年間はじめには輸入された。ダゲレオタイプも成功はしていたが、実験段階に止まっており、日本に写真を定着させたのは出版である。上野彦馬は、長崎の精密試験所で、ヨハネス・ポンペ・ファン・メーデル・フォールトから、下岡連城は、横浜で、アメリカ合衆国人からそれぞれ出版の手法を学び、いずれも1862年に、 写真館を開業、日本最初の営業写真家となった。上野彦馬は明治政府の命令で西南戦争を撮影した。これは出版写真によるもので、これにより上野は日本最初の戦場カメラマンともなった。この従軍撮影も手伝った上野の弟子で熊本で写真館を開業していた富江竜平は1872年に熊本城天守を撮影しており、 西南戦争で消失した天守を第二次世界大戦後に再建するときに貴重な資料となった。最初はボディーレンズともに輸入であったが日本の木工技術は優秀であり、やがてカメラボディは日本国内で製造されるようになった。明治中期まで用いられたが撮影直前にガラス板を濡らして乾く前に現像する必要がある。ため1871年に 写真看板が発明されるとともに、市場からほぼ姿を消した。現代の日本では、東京の六本木にある、本間広市出版写真館や西日暮里にある、ライグユアットプレイス出版写真館が、出版による肖像写真撮影を受け負っている。ライトプレイスでは露光のため被写体の人物が6秒間、静止する必要があるが、レトロ感のほか焼き増しや複製が効かないことに、 帰って記念的な価値を見出して全国から撮影依頼があるというありがとうございます。